はい、どうもこんにちは、小平でございます。今回なんですけれども、いやーね、まあ今年に入ってね、2022年に入ってね、本当にね、ラブライブシリーズね、いろんな方向に、いろんなもう多方面にね、コンテンツが展開されていって、新プロジェクトだったりね、まあ既存のプロジェクト自体もね、どんどんこう前にね進んでいって、こういろんなね方向にこう枝分かれしてね広がりつつあるなぁというふうに感じているこの頃なんですけれども、まあ現在ね、主に動いている、まあゲーム分野とかも一応動いてるっていうのはありますけども、動いてるね一応コンテンツとして含めます、まあね数えますと、まずラブライブサンシャインですね、ラブライブサンシャイン、そして虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会ですね、これがあります。でラブライブスーパースターね、これが、動いてます。昨年から動いてます。あ、一昨年から、まあ正確にはね動いてます。うん。で、こちらねスクールアイドルミュージカルね、これがございますよと。そして先日発表されたバーチャルスクールアイドル、まあこれは蓮の空女学院ですね。はい、これらの5つがまあね今後も含めて、アーティスト活動なんかも含めて現在進行形で活動している、主なプロジェクトのタイトルになるんですけども、まあ5つあるわけですよね。5つございまして、もう量が多いというねことはこれね誰しも思ったんじゃないかな。僕もね感じます。はい、要は5つ、まあ5つあるな、多いなっていうふうにはもうね誰しもが感じると思うんですけれども、5つあってこれすべてね全部追っかけられる人っていないんじゃないかなっていうふうにも思ったのでね、まあ、今回はねそれについてもちょっとね話していきたいな、要はコンテンツのね量についてね、ちょっと量が多いんじゃないかってことについてね話していきたいなと思います。うん。まあ、今回ねバーチャルスクールアイドルが詳細が発表されましてね、先日ね発表されまして、合計で5つ、現在進行形で動いているものを含めたら5つですねコンテンツが動いているということになって、5つも同時進行で追っかけるのはなかなかきついとね、多方面でいろいろコンテンツがありますしね、いろいろなライブイベント細かいものまで含めたらもう本当にたくさんありますよね。でさらに言えば地方で行われるイベントとかってのは少ないですから、やっぱり都会とかでまあ多くイベントがっていうのもこれは必然的にも多く行われますからね、地方に住んでる方に関してはもうなおさらね、まあ、多く追っかけるのがやっぱり難しいっていうふうに思ってる方も多いんじゃないかなって正直、思うところはあると思うんですけれども、まあ、個人的にね感じたこととしてはですね、まあ、いろいろあるんですけれども、それこそ6月の時だったかな、リエラがですね9人体制になって初めてのまあ、イベント、ファンミーティングですね。ファンミーティングが、まあ、開催されたじゃないですか。大阪、東京、名古屋。この3都市で、東名阪でそれぞれ、ファンミーティングが開催されました。はい。と、同時に、名古屋ですよね。はい。リエラでいう名古屋ファンミーティングの時に、アクアの東京ドームが、同時に行われたんですよね。東京ドーム公演が。うん。割と主要なイベントと言われてるファンミーティングと、まあ、超主要。もうナンバリングライブの東京ドーム公演なんてもうね超メインタイトルじゃないですか。これと同時に被せてきたっていうところが結構そのコンテンツ側の答えに近い、なんか答えがあるんじゃないかな、そこにヒントがちょっと隠されてるんじゃないかなというふうに思ってるのもありまして、全部追っかけなくてもいいよみたいな感じのちょっとアナウンスじゃないけど、そういうね隠れメッセージみたいなのちょっとあるんじゃないかなと思ってるんですよ。それこそね来年開催されるイベントもねいくつか、イベントかぶり、ラブライブシリーズ同士でのイベントかぶりっていうのがですね、ファンミーティングやライブなどでかぶっちゃってるってことはもう多く発生しておりますね。はい。まあそういったところから考えてもね今後はもう全部追っかけるというよりは本当に行きたいものを結構絞っていって、自分が見たいイベントだったり見たいライブなどを見るというのがですね、こう選別していくっていうのがね割とスマートなコンテンツに対しての追っかけ方なんじゃないかなっていうふうにも感じた部分があります。はい。まあ、あとねラブライブってこう一括りにねこうシリーズでくくっていますけど、結構ね好き嫌いが、まあ、嫌いはないと思うんですけどもね
結構好みが分かれると思うんですよね。で、今回のね、さっきも言いましたけど、サンシャイン、虹ヶ崎、スーパースターとかいろいろありますけど、それぞれ結構、ジャンルが分かれてますよね。まあ、王道のラブライブらしいアイドルっていうのはもうサンシャインと、まあ、スーパースターなわけですよね。うん。で、そうではない、ちょっとね、ソロアイドルを目指すという、ラブライブらしくない、けど、それがある意味良さを出してるっていう部分は、まあ、虹ヶ崎として、まあ、あるわけですよ。うん。で、それとは別で、また違った、もう全く180度展開を変えた、もう舞台という世界でね、行われるものも見たいっていうのであれば、まあ、今後のね、ミュージカルを追っかけるだったり、まあ、あとは、よりね、こう、デジタルなもので、まあ、ライブやイベントはそんなに興味がないけれども、しかしながら画面上で、応援したいというのであれば、バーチャルスクールアイドルとかね、そういう風にもうめちゃくちゃ細分化されてね、画面越しで楽しみたい方は、こうね、バーチャルスクールアイドルがいいし、実際に演劇とか、そういったものを見たい、そういった方は、ミュージカル行けばいいし、みたいな感じでね、こうね、細かく、もう、大きく細分化されてるので、もう、ラブライブはラブライブという風な一つの括りでは、もう、なんか収まんなくなってきてるのかなっていう風にも思いましたし、まあ、今後本当に合同フェスとかね、そういった、5作品合同イベントとかそういったことでもない限りは基本的にはね皆さんが好きなものを好きな形で追っかけるっていうのがねまあ全然いいんじゃないかなと。でね全然ライブ行けてないからね追っかけられない追っかけてるとは言えないとかね結構思う方もなんかいらっしゃるらしいですけどもね、好きかどうかっていうね、やっぱり気持ちが大事だと思いますのでね、イベントに多く行ってる多く行ってないっていうのはね、そこは回数は一切関係ないと思ってますのでね、ラブライブが好きになった瞬間からもう始まりだよというふうにね、どっかの誰かが言ってましたけど、本当にね、その通りだなと思いますし、まあ、ゆるく追っかけるにしても、もうね、いっぱいイベント行ったりね、追っかける、もうガチに、ハードに追っかけるにしても、いろんな楽しみ方でね、ラブライブをね、共に追っかけていければな、っていうふうに、まあ、僕は、思いました。皆さんのね、感じたことなんかもあればね、ぜひね、コメント欄にね、書いていただければと思います。もしですね、この動画がいいなと思うし、グッドボタン、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。ではでは、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。